梅の花がほころび始めた太宰府天満宮。永田町にも一足早い春の訪れを伝える恒例の梅の神前施設が東京に到着しました。福岡空港での出発式では太宰府天満宮の神職によるお祓いが行われた後、巫女たちが見事な花を咲かせた梅の鉢を ANA の職員に手渡しました。渡されたのは白梅の中に紅梅が咲く八重の梅思いのままと、人への大輪が見事な世界の図です。甘い春の香りで元気になってもらおうと太宰府天満宮の境内で大切に育てられました。まだまだ寒い日が続いておりますので、少しでも春の暖かさを感じていただけたらと思っております。41回目となる神前施設にはこれら5種類の梅が運ばれ、その一部が先ほど総理官邸に届けられました。花言葉の太は忍耐と忠実という言葉だと聞いてますけど、いろんなことがありますが、私も忍耐強く、はい。